お兄さん起きてますか入りますね失礼します寝てますねあ布団がずれてるかけ直さなきゃよいしょっと熱あるのかなおでこを失礼しますね うーんどれどれ。あ,あ結構暑いですね。今のうちにいろいろと、あ、起こしちゃいました体調大丈夫ですかうん、えっと、私は妹さんの友達です。妹さんにお願いされて、あ、ほら、お薬とかいろいろ持ってきましたよ。 彼女は部活があって来れないそうです。まあ、大事な大会前ですので。ああ、いいですよ、お礼なんて。このお礼は本人にお願いしておきます。<laughs> それで、体調はどんな感じですか熱とだるさですか他にはないですかあ、そうだそうだ。水枕。 もしかしたらって思って持ってきましたよ。頭、上げられますかああ、いいですよ、無理しないで。じっとしててください。おい、しょっと。ん、ん私の胸が当たるのは我慢してください。おい、しょっと。<laughs> はい、いいですよ。頭下ろしてください。 <laughs> 冷たくて気持ちいいですか私も風邪をひいた時はよくこうしてます。これすると寝つきが良くなるんです。寝れそうですか <laughs> いいですよ。寝ててください。いろいろ準備しておきますから。お兄さん、体調どうですか あれもしかして、匂いにつられておきましたあ、一回体を起こしますえそうしましょう。寝てばかりじゃ体痛くなるでしょうし。手伝いますよ。うん、いっしょっと。<laughs> 体、辛いですかご飯食べれますお粥作ってきましたから、 少しでもいいので、食べて胃を動かしましょう。ふぅ <laughs>、はあはあ。はい。口開けてくださいん。いいから開けてください。ダメです。お兄さんは病人なんですから。今は私の言うことを聞いてください。<laughs> 美味しいですか私自慢のおかゆです。<laughs> お兄さんのお口に合ってよかった。ふぅ。はい。あー、うん。お兄さん、普段学校でご飯はどうしてるんですか食べてない。あ、あ。 そんな気はしてましたよ。お兄さんいつも図書室で勉強してるの見かけますから。ダメですよ。ご飯はちゃんと食べないと。あ、よければ、来週からは私がお弁当作ってきてあげますよ。大丈夫です。毎日自分のお弁当を作ってますから。なので別にお兄さんの分を追加で作るなんて大したことじゃないですよ。 ええ、任せてください。栄養満点のお弁当を作ってあげますよ。はい。最後の一口です。よかった。全部食べれましたね。はい。お粗末様です。う <laughs> んあ、なんだか可愛いいなーって。 え付けしてる気分になって。うち、猫を飼ってるので、お兄さん、うちの猫によく似てるなって。<laughs> さあ、お粥も食べたので、お薬と水分取りましょうね。はい。んどうしましたじっと見て。あ、もしかして、 飲ませてほしいんですか <laughs> ダメですよ。自分で飲んでください。そういうのは、付き合ってからですよ。さ <laughs> あさ、薬も飲みましたし、寝ましょう。ほら、横になってください。あ、と言っても、さっきまで寝てましたからね。うーん 兄さんの上乗ってもいいですか人間って程よい重さがある方が眠りやすいんですよ私体重軽いのでちょうどいいと思いますよ <laughs> じゃあ乗りますねよいしょっと <laughs> どうですか重くないですか もう、軽いだなんて、<laughs> 嬉しいこと言ってくれますね。私の重み、しっかり感じてくださいね。んー気になりますか私の胸。改めて見るとすごい。<laughs> まあ、自覚はしてますよ。 周りの女の子と比べると、おっきいですから、うん。ちょっとずれますね。よいしょっと。わ <laughs> かりますお兄さんの顔に、胸が乗ってますよ。<laughs> 柔らかいものが乗ってて、気持ちいいですか 甘い匂いですかええ、ちょっとだけ香水をつけているので。でも、女の子に乗っかられて、胸の匂いを嗅ぐなんて、お兄さんの変態…お兄さんに匂い嗅がれたって、妹さんに言いつけちゃおっかな。 ええー、どうしよっかなー。あ、じゃあ、私のお願い聞いてくれますうん。<laughs> 来週からは、私と一緒にお弁当を食べてください。お兄さん風邪が治っても、どうせお昼食べないんでしょまたこうやって倒れちゃいますよ。 私が毎回こうやって来れるわけじゃないんですから。お兄さんの健康管理、私がしてあげます。いいですよね。<laughs> はい。楽しみにしててください。お兄さんの体は、私がしっかりと管理しますから。<laughs> 今の会話、なんだか、新婚さんみたいですね。毎日俺のために、味噌汁を作ってくれ、的な。あ、あれお兄さんの顔、赤くなりましたよ。どうしましたもしかして、新婚って聞いて、私との結婚生活を想像しました いいですよ、私は。結婚は早いですけど、付き合うのであれば、お兄さんは嫌じゃないです。今の弱ってるお兄さん、私的に、とっても可愛いです。私、エスッケがあるので、弱々しい人見るの好きなんですよ。特に普段一人で頑張ってる人が、 私に頼ってくれると気持ちが高ぶるんです。この人をもっと私に頼らせたいなーって。頼らせてもたれかからせて、そのまま私に依存してくれないかなーって、私、思うんですよ。怖いですか 私のこと、やばい女だって、思いました <laughs> ええ、自覚してますよ。でも、今のお兄さんは、そんなやばい女の、私の言いなりになってるんですよ。私が作ったお粥を食べて、私が持ってきた薬を飲んで、 私に勧められるままに上に乗っかられてるんですけど。自覚、ありますねえ、お兄さん。さっき飲んだ薬、あるじゃないですか。あれ、本当に風邪薬だと思いますええ、パッケージは市販の風邪薬でしたね。でも、 中身がどうかまではわからないですよね。実は、中身は別のお薬にすり替えておいたんです。<laughs> 何の薬か知りたいですか正解は、教えてあげません。 大丈夫ですよ。別においしい薬じゃありませんから。<laughs> だんだん眠くなってきたでしょう。薬の効果が出てますね。そのまま寝ちゃってください。起きた時には風邪も治ってますよ。おやすみなさい。 お兄さん、約束は守ってくださいね。